勝てば首位という大事なゲームでしたけども、この結果どのように受け止めてますか？そうですね、自分たちの実力がそのまま反映された結果かなと思います。沼津も負けて2位をキープしましたけども、この後どのように戦っていきますか？優勝を目指していく中で、他のチームとの勝ち点の兼ね合いもありますけど、もう僕たちが、残り3試合しっかり勝ち切っていくことだけを考えて、次に向かいたいと思います。ありがとうございます。